モコと申します。今回ですねマリオパーティーやっていこうと思います。でこれ今日発売のゲームなんですけれども、僕マリオパーティーやるのが小学生の64の時のマリオパーティー3以来かな。でマリオパーティー3ってなんかぷよぷよみたいなゲームとかあったりしてめちゃめちゃやり込んだ記憶があるんですね。でそれ以来やります。でなんでそれまでやらなかったかっていうと、単純にこのゲーム友達がおらんとできないんですよね。そこが最大の欠陥だと思っているんですが、なんと今回マリオパーティースイッチバージョンにてオンラインアスロンというそばに人がいない時でもできるミニゲーム、ネットバトルができるようになりました。なので今回これをやっていきます。はい、これ結構テンポよくサクサクいくんでかなり面白いですね。はい、ただ別の案件とかじゃないんでね、はい、そこら辺はご安心ください。で今回ちょっと画面だけではつまらないんで、一応手元を映すって意味で、ちょっとカメラで別視点でこういう手元を映します。はい、なんかこのマリオパーティーは、このなんかジョイコン一つでなんか起動するみたいなんで、はい、これでこんな感じで、こんな感じでなんていうの皆さん見てもらえたらと思います。じゃあ早速マッチングの方行ってみましょう。はい。これちなみにですね、初見でやると、これネットバトルの場合これ、ルール出ないんで、ちょそこは気をつけたい。ただこれ多分ね、A 連打だと思う、これ。ええ連打じゃないの、 なんでそんなにみんなで、いいの。こうか。こうか。来い。みんな早いな。みんなこのゲーム発売してまだ1日目なのにどんだけやり込んでんねん、ほんまに。あ、そうか。もう、俺はか、おなんか初見だとこれできないんですよ、これ。で、基本でもやっぱこの、なんていうの、ジャイロ操作使うんかな。さあ、ポップコーンを一番多く集めたことで、今回ポップコーンキャッチというゲームですね。これ多分ね、普通にこれで動かして上から振ってくるやつだったら、この影に沿って集めんやろ。お前飛んなやなあ。これなんか妨害とかできない。うわでっかい。あれバグなんか、あれヒロ高いですか。あれ多分ヒロ高いっぽいな。これもう一回バンドしたやつはもうアウトなんやな、多分。あれは取ったか。もうだからさ、これ流星に襲いかかんない。てか、なんでこの人たち、この、初日でこんなやり込んでんのね。いって、まあ、欲しいな。全然勝てんねんけど。縦持ちでやるらしいで。縦持ちでやるらしい、これ。こういう感じ？え？こうか。はい。オッケー。あ、口開いてるとこに入れなあかんのか。はい。反応せえへんね、これ。こうやろ。今まで、おい、動けってね、飛ばしてたやろ。あ、こうか。このボタンか。こうや。これ連打してこい。オッケー。L ボタン。はい。いやー、全然稼げんけど、一応なんか最下位今回免れたな。お、これはちょっと面白そうやな、これ。オッケー。じゃ、これ多分レースゲームね。インベーダーみたいな。やつでしょうね、これ。こうやな。あ、これジャイロ操作や。ジャイロ操作でこうやって動く。この、なんか真っ黒クロスケみたいなやつかわしていくんや、これ。真ん中入れだからで、ね、何沈んでんねん。やる気ないんか、こいつ。お前イライラするけど、だって同じぐらい下手くそなやつがね、右端にいるんで、ちょっとそれが心の支えですね。あー、なんか早速左、なんかもうルイージも完全アンチに入っとるやん。ねえ、このゲームアンチあんねん。あ、でもぶつかった、頭見ろ。でほぼなんか左上と右上アンチっぽくない、これ。成功。ずるい。これ小学生やったらね、多分これそれはなしでやってルール多分後から追加されるわ。廊下ルールは、だからお前らし面白みないし、なんかしかもなんかラグってるし、これ海外勢とオンラインマッチしてるからなんかめちゃめちゃなんかタイムラグあんねんけど。足によったわ。あ、これなんか全身でも続くん。ちょっと、もうラグすぎてなんか見てる。はい、これちょっともう一回、1回になっちゃいました。なんかさっきの人がなんか改善で落ちてなんか抜けちゃったっぽいんで、もう一回これ盛り込みます。なんか今キノピコカップってやつがしか選べらへんみたいから、まあ、同じミニゲームもう一回ちょっと一から、まあ、知識入った状態でちょっとやっていくわ。これ。じゃ、まずこれでまず1位取ろう。ルールはちゃんと分かってるわけだからね。いきます。はい。右が俺ね。俺だったか俺。はい。
今1位じゃない？今俺1位じゃない？今俺1位じゃない？気合の魔力ちょっと早いんか。いや今俺1位や。頼む。うわ負けたし、もうざけんな。しかもなんか真ん中の平方に負けとるやんこれ。なんでこいつはこの辺、やっぱこれ多分これ闇雲に上下運動してるだけじゃあかんねやろな。これガーってやるんじゃなくて、こうタンタンタンってリズミカルにやらないと多分効率悪いんだわ。よし、このポップコーンキャッチは、まあ、さっきあの大体のルール分かったんで、ちょっとこれ妨害だって、妨害とか昔のマリオパーティーあった？いっと、まっくしょ、妨害とかないんすね、今の。あ、一個拾った。オッケーオッケーオッケー、惜しい。この辺結構、もう行った。ちょっとあの、マリオ、お前集めすぎや、返せ。お前、よ、どんだけ欲張りやねん。うわ、お前、ポップコーン食いすぎて、お前、糖尿病になれや。あー、全然、うわ、ヘイホーも強い。なにじゃ、これ、20って。20対2って。この人たちなんかもうプロなんですかね。盾持ちのやつ来た。これもう一回。さっきルールわかんかったから、はい。あれ、なんか落ちた。なんか落ちた。なんか、ちょっと待って。遠投のパターンと、え、また遠投や。なんか、力加減が必要なんかな、これ手前に投げようと思ったら。あ、わかった。この、なんか、口の中の色で点数決まってんねや、これ。俺1位じゃないでも、1位じゃない？なんかパチンコのなんか、あれみたいやな。あー、46、兵法は立つよ。これね、さっき回んなかったけど、右上があんじゃんだ、これ。右上あんじゃんだよ、これ。あ、やばい。よし。あた、もうだからお前邪魔すんなよ。何この手がバイキンみたいなやつ。こんなキャラおったっけ、マリオカートに。マリオカートに、マリオに、スーパーマリオに。あー、死んじゃった。ダメだ。兵法がすげえ強え。お前、あ、違う、マリオか、最後勝ったん。なんかもう発売して1年でこんな差つくできるもんなんか。さあ、さっき回線切れだったね。このフリフリキャンディーはこれ完全初見プレイですね、これ。キャンディーを出せ。はいはい。何、ああ、今そういうこと。あ、分かった。これ形の異なるキャンディーをこうやって振って出すんや。はい。これ俺こういうの得意やで俺。ああ、もう早いなお前。なんかしかもあのテレサ繊維損失してなんかもうやる気失せてるやん。え？ちょっとなんか、オンラインバトルろっくにできへんけ、このゲーム。だから今のが最終ゲームだったようです。はい。優勝者の決定。いや俺でしょ。あ、いける。はい、ということで3位でした。ちょっとオンラインマッチ、やっぱ一人じゃ楽しめないってことかな。もう仲間集めて身内でわーわーやれってことか。これネット対戦だってできへんやん。ありがとうございました。また機会があったら、今度はなんか、ね、ゲーム実況者の人たちと一緒にやれる機会がもしあればいいですね。さよなら。